AG ユナイテッドから、皆さんにちょっとご報告というか、話さなければいけないことがありますので、今回の動画でちょっとね、話させていただきます。まあ、どっから話せばいいかな、これ。まあ、だけどもう率直に。そうだね。まあ、うん、率直にまあ、言いますと、僕らまあ、YouTube とは別で働かなければいけなくなりました。というかもう、働きます。というか、働きたい。ちょっと待ってくれ。YouTube は、俺たちは YouTube でさ、食ってくんじゃなかったんだから。YouTube やりつつ働きゃええやろガチな話なんですけど、僕ら、やっぱこの YouTube 今やってる意味っていうものを、まあ、改めて、再確認したいなと思って、ちょっとね、みんなと話したりなんて最近してるんですけども、まあ、静岡生まれ、静岡育ちでして、静岡を盛り上げるために、今活動してるわけですよ。静岡からどっか行こうって思ったこともないですね。そう。なので、静岡にお店を作ろうかなと思ってます。これガチでちょっとやろうかと思ってまして、YouTube、お前らじゃあどうすんのとかあると思うんだけど、うん、まあ、YouTube もちろんそのやりますけど、やっぱ YouTube ってどうしてもこうインターネット上の、まあ、ツールだと。じゃなくてやっぱ静岡の人たち、もう直接こう僕らとこう関われるような、まあ、お店をね、作りたいなと思ってまして、うん、まあ、でも先に言っときますけど、これ。今何も決まってません。そのさ、働かなきゃならないみたいなさ、うん、働こうっていうのはそこで働くってこと？当たり前でしょ。なんかどういうシフトでさ入るとかあんじゃん。現実的なところを話すと、だから月金は誰々ってとかさ、そういうのあんじゃん。いやー、まあ、まあそこはまあ、まあ今後、まあ、今後考えていけばいいと思うんだけど、なんでまあお店を出したいかっていうと、やっぱコロナの影響とかで、やっぱり静岡の街とか行くとさ、お店がなくなってたり、あ、まあ、店舗めちゃくちゃ空いちゃってるんですよね、今、うん、で人がすごいこんな少なかったっけかなっていうさ、いや確かに最近やっとこう静岡の街とか行くようになってさ、うん、人少ねえなってなった時に盛り上がってねえなみたいな、やっぱそんな感じじゃんね、人集まってないし、盛り上げって結局何なのっていうところなんだけど、まあ、人が本当に集まるこう街にしたいわけよ、賑やかな街にしたいっていうので、リアルな話、そこにはやっぱり静岡盛り上がるってことはやっぱ静岡潤わなければいけない、うん、静岡でしっかりとお金が回るようにならないと、お店はどんどん潰れていくし継続できない。お店があれば人が集まってくるわけじゃん。でその連鎖でやっぱ人がどん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 入ってくるっていう、うん、やっぱ街にしたいなと思ってまして、静岡のためにもなるなと思ってまして、うん、ぜひみんなでなんかお店できたな。おお、やば、思ってます。すごいことだぞこれは。ただ本当何も決まってないので、このコメント欄とかで何やってほしいとか募集します。高評価の数とか、まあもちろんちょっとありますけど、うん、そういうの選ぶんじゃなくて、まあそれを元に僕らやりたいことっていうかさ、できないことももちろんある、まあ、そうだね。不具合なんてできないから、もちろんで、この視聴者の方がやっぱ来てくれるのが一番だと思ってるので。そうだね。まあ学生さんだったり、まあそのお父さんお母さんだ、家族だよね、うん、僕ら年齢層ってやっぱこのもう6、7年やってますから、当時小学校だった子がもう今中学生と高校生で、高校生だった子ともう社会人になってるわけよ。で今僕らの YouTube のデータベース上だと13歳から24歳ぐらいまでマジでフラットなの。その上35歳とか40歳の女性とかがいるわけよ、うん、あ、はい、でそれは多分お母さんお父さんとかそういう、だから結構ねこう波がなくて、だ幅広く、うん、ファミリーが見てくれてるね、チャンネルということで、家族で来れる場所、うん、これを作りたいなと思ってまして、まあ、一応 NG だけ先にちょっとやりたいな、あ、言っときたいなと思うんですけど、飲み屋とかはちょっとなしで、うん、まあ家族で来れないってことですね。そうそうそう、もう夜とかじゃないから、やっぱで今から企画会議をやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。従業員募集も考えております。わかんないけど、動画でやるかわかんないけど、どうもとかに意見出てくるかもしれないけど、静岡で、活動させてもらいながら、いろいろなつながりも増えてきたわけですよ。すごい協力してくれる方もいまして、でそういう方が増えてきてる中で、皆さんもこの動画見てる中でも、もうやってほしいこと、飲食店だったらいっぱいありますよね。ハンバーガー屋さんとか、俺マック好きだからさ、ハンバーガーマックに立つとか、まあそういうこと、焼き鳥屋とか。静岡ってさ、ハンバーグは爽やかあるぜ、競合が強いわ。ハンバーガーコメント欄のやつも見ながら、みんなでちょっとこれだったら静岡めちゃくちゃ盛り上げれるよねっていうやつをマジでやりたいと思う。でちょっともうなんかあります、うん、その種類カテゴリー、飲食店とかアパレルとか、アパレルとか、まあいろいろあると思うんだけど、うん、娯楽とか風俗とか。
店員1人、うん、プレイヤー1人、そうです、わしとどうかね、新進じゃん。ただあのまあエリアだけちょっと生まれが清水ってのがあるんですけど、まあ清水でやってもいいんですけど、静岡のマジ中心の方でやりたいなと思ってまして、その方がみんなが来れると思うんだよね。静岡の街あるじゃん、両替町とか青葉通りとか、あの辺、うん、まあ、分かる方は分かると思うんだけど、まあ、あの辺から、まあ、すんなり来れるようなねところにめちゃくちゃいい、ちょっと探そうかなと思ってまして、であとやっぱり僕らの視聴者さん、まあ、学生の方多いと思うんですけど、やっぱ家族で来れるようなねところがいいなと。寿司は飲食店のほうで言ってるけど、もう飲食店にするじゃん、飲食店にするじゃあっていうのもあれだけど、家族で来るんだったら飲食店が一番良くないか、まあまあまあ、ね、うん、飲食以外だと何があるか、福屋はまずないよね。そうだね、ないな。だからボルダリングとかさ、そういうのになってくるわけ。ボルダリングみんなやる？僕らの視聴者やんねえかもしんねえ。だってそれだったらもう一番やるのはサッカーとかだろうし、あフットサルコートだな、フットサルコートとかね。まあ、でもフットサルコートはすっげー時間かかると思うよ、作るにめちゃくちゃ時間かかるし、あの資金力もやばいで、多分テレビの取材絶対来てくれる、お俺は信じてる、いや来てほしいよ、一行に来てもらう、確かにローカルの皆様ぜひよろしくお願いします。一行 SDS でしょ、第一テレビで言えば久保さんよ、ですよね、ひとみさんよ、先輩が狙ってた女、何十年前の話になる喫茶店でさ、たまたま出くわしたわけよ、マジで、まあ、え、それ本当の話、いや、全くあ、今じゃマジでいそうだから、本当にテレビ静岡もね、ズミさんとか来てほしいな、第一テレビのあの犬来ねえかな、あー、大ちゃん、ジュカちゃんねその時は俺着ぐるみ作ってくれるか、まんまが一番いいんだけどな、まんまで行くわあ、いやいやいや、ナマステで行くわ、カレーやる、カレー屋ナマステは確かにカレーだ、もう今飲食店の方向行ってますけど大丈夫ですか、なんか敷居が低いのとかさ、なんかそのデザート系じゃんけ、クレープとかさ、そういうのなんか出したりしてんじゃん、テイクアウト系とかとか、最近だとさ、あの唐揚げ、辛よしとかねあるよし、あるね、辛よし大ちゃん、え、好きな食べ物何、俺ラーメン好きだね、いっそラーメン仕込みやばいので、このコラボでカレーラーメン売るでしょ、おいや俺もカレーは好きだけど、まあハンバーガーよ、好きだよな本当にジャンキーだもんね、ピザとかハンバーガ ー, ーその方が子供たちは宇宙は好きだもん、ね、たこ焼きね、あーたこ焼きも確かにいいぞ、パン屋とかどう、えパン、おパンは朝早いって、パンはジャム、生地から作んねえとジャムってこと、ジャム、うん、アンパン専門店、さて SBS は来てもらいましょう、うん、第一テレビさんも OK です、テレビ静岡さんも OK ですね、まあ一応 NHK とかも、まあ、普通にありますけど、静岡普通にありますけど、まああとは新聞とかでも取り上げてもらいたいね、静岡新聞とかさ全部は取り上げてほしい、 YouTuber の方、ああはじめ社長さん、社長ぜひ、あの大食い系の方は飲食だったらぜひ、ね、あそうだね、タニアンさんとか来てもらいたいそれこそ先輩がさ狙ってたの木下龍香さんとかもそうね、カテゴリーはもう皆さん飲食で行きましょうよ、食べるからには、まあさっき言ったね、子供たちとか、まあ学生さんがいるので、あの健康的で安全でも第一に考えたいです、お父さんお母さんが食べてきなって簡単に言える方がいいじゃん、うんうん、そうだ、あそこ行ったらもう安全よみたいな、ってなるとなんか唐揚げとかは食べに行ってきなっていう感じだね目標は早ければ早いうちにはやりたい、まあ、ちょっと今チラッと今こうやって簡単に話しましたけども、まあこれちょっと俺本気でマジでやりたいなと思ってまして、マジで多分この静岡がね、人がこう盛り上がってくれれば、人が集まったら周りは潤うんで、じゃあ飲食店やりましょう、俺らが多分やるってなったらメニューとか自分の好きなもんいけるぜ、俺塩辛とか書きたいわ俺はめちゃくちゃうまいバナナジュース、いやこれはもうご提供したいなと思ってます、じゃあ今んとこ塩辛とバナナジュース甘いだろ絶対じゃあ皆さんコメント欄募集します、やってほしい飲食店ありましたらね書いていってください、もう何でも OK です、自由です、この中から店長が生まれるかもしれません、めちゃくちゃ飲食店で働いてそう、いやうまいもん出しそうだね、そうだねフレンチとかもいけるぜ、至極の一品みたいなやつお願いしますよひとみさん、そんなすぐね決められるもんじゃないので、また、うん、俺らこう即席でこう会話して決まっていくのも面白いじゃん、ピーですんなカレーを、楽しみにね待っててください、この動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします、お願いします、また次回の動画でお会いいたしましょう、すぐすぐ引っかかっちゃった。